夜、暗い小道で、レンガ壁で、白いオス猫を座れています。この白い猫は、満月を一人で凝視していた。突然、足の音が血がついている。誰だ？どうも。満月を見るの？黒い女性の猫は、首に縛られた黒いリボン、および銀のベルで、白いオス猫から向こうに座らせる。黒い猫の目は、二つの集中の色であった。白い猫は、黒い猫の目が美しいと思った。あ、ごめん。自己紹介を忘れた。私はエリス。僕はファー。よろしくね、ファー。こちらこそ、エリス。黒い猫は白い猫により近い少しの処置を取った。彼女は座り、月を見た。白い猫の注意はもう月に向いていなかった。彼は誰かがより美しいのを発見した。黒い猫は白い猫が凝視していることに気づいた。彼女は穏やかに微笑み、クスクス笑った。白い猫はおろおろした。向きを変えて月を見る。月は今夜、美しいね、ファー。そう。実は、私は家から逃走した。え？私は逃走し、オーナーと別れた。なぜ逃走したの？あなたがあなたのオーナーによく世話されたように見える。はい。彼女は、親切な若い婦人であった。彼女は、私を受け入れた。すべてを私に与えた。彼女は、私の名前、このリボン、そしてたくさんの愛情を与えた。ならばなぜ？私は月が見たかっただけ。まあ、僕はなんでそれが世話される必要があるかようにを本当は知らない。僕は生まれた路地の猫。それとこれのように成長した。通りの人生をしているだけだ。あなたのように依存する猫が生き残ると思わない。そう思わない？そう。私は戻るべきだと思うか？あなたの決定だ、エリス。私は帰りたくない。計画を持っているか？計画？残存する計画。ない。白い猫はため息をついた。黒い猫は彼を見て、笑った。わかった。あなたを助ける。あ、本当？本当だ。ありがとう、ファー。はいはい。僕の言葉を聞いて、それに従い。わかった？小道は危険だ。本当？うん。まだ生きることができる。僕のそばで離れなさい。わかった。すべてを非常に良いにとっている。どうして？僕は完全なよそ者だ。あなたは僕が言うに同意している。ダメ？あなたはバカなの？大丈夫。私は誰を信頼するかを知っている。あなたが信頼できる猫と思う。なんで？あなたは簡単な猫だね。何の意味？あ、何でもないよ。私たちのまでは、あなたの方が愚か者だ。はぁ？黒い猫は笑って、彼を無視する。両方は月を見て、明日、何がもたらすかしら、と思っている。